仕留めましょう。天にとどろけ東方、天にライスタン、天にとどろけ東方、天にか、いいだろう。逃げないから。あと、皆まで言うな。わしのおかげじゃろ。Thank you.
Thank you.
アイフリッThank you.
準備はできています。一気に片付ける。そこ来て。ダメだ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 。伝説の刀鍛冶黒金はゴーランに勝つために生きながらえてたんだな。そうだ、俺は全て捨てゴーランを超える刀を打つことだけを考え続けた。そして気づけばゴーマになっていたか。貴様もあの刀の継承者、兄を斬りたいがためにその身を落としたと見える。同じ穴のムジナだ。俺にお前の刀を預けてくれないか。俺は無数の刀を売ったが、結局ゴーラには歯が立たなかった。お前はそんな俺の刀を求めるのか。大友、何十回何百年負け続けてもお前は折れていない。俺も同じだ。しぐれと奴の真剣を切れるものがあるとしたらこの恨みだけだ。騎士君、貴様ら兄弟が同じ手がかりをくれた。その策で新たな刀を打とう。キラハガネを探す。いや、その必要はない。え？上の方でいいか。頼む。
腕さえあれば刀は撃てる。なんてことを。慌てるな。刀の素材を切り離しただけだ。そういうゴーマだったのね。この頭を刀にするの？そうだ。恨みの塊であるこれでゴーラン影打ちを打ち直す。待て、これは昔の弱い心を忘れないための戒めに過ぎん。俺はシグレに勝つためにランゲス流の裏芸二刀小太刀を磨いてきたんだ。わかった。ならばお前のために担当を打とう。俺たちは外で待とう。今は六郎たちを待つしかないわね。船は順調にこっちに向かっている。当然ね、死神が乗ってないんだから。もう一つ、シグレは同志アルトリウスの用心棒だそうだ。つまり避けられない敵か。単独行動している今、倒しておきたい相手だ。だが六郎では勝てん。ただでは負けないはずよ。当然だ。だからあいつが作った隙をついてシグレを仕留める。人の喧嘩に手を出す気？俺の喧嘩にもつながる戦いだからな。私だって同じよ。戦力を無駄死にさせるわけにはいかないし。六郎は生き死ににこだわる男じゃない。二三回切られる程度で許してくれるだろうさ。ビエンフーを船着き場にダッシュで偵察にやらせたぞ。わしって気が利くじゃろ。美縁風に同情するわ。しかし黒金め、自らの体を使って剣を打つとはまるで生贄の儀式じゃな。生贄、ゴーマならではの手よ。強い力を手に入れるためには必要な犠牲。必要な犠牲か。非常じゃな。今さらね。まあ結果をご老じろじゃな。神の腹を満たすためだけの供物ならば命を丸ごと差し出そうとも餌に過ぎぬ。じゃが志を宿した血肉ならば、それが髪の毛一本でも煮えとなる。かの者が捧げしは生き餌か煮餌か。六郎は命を捨ててもお兄さんを切りたい。黒金は強い刀のために自分の首を切った。なんでそんなことできるんだろう。分からなくて当然よ。あいつらはゴーマ、まともじゃないんだから。うん、怖いね。怖いけどすごいなって思う。僕にはあんな風にやりたいことってないから。まだないだけよ。いつかできるわ。できるかな。きっとね。けど別に命なんかかけなくてもいい。もっと普通に生きればいいのよ。あんたはゴーマじゃないんだから。うん、なんてね。ゴーマの愚痴よ。
ラクロウといい、黒金といい、何なのですか。見た通り、イカれたゴーマよ。そうですが、あんなに明確な目的を持って生きているなんて。ゴーマだって譲れないものくらいあるわ。ただ人を殺して暴れる怪物だと思ってたの。意志があることは知っていました。でもあれはまるで人間みたいな情熱で。情熱で自分の首をはねる人間はいないけどね。あなたもそうなのですか。ええ、アルトリウスが弟を生贄にしてくれたせいでね。ふざけないでください。聖霊は民を守るための組織、多数を守るために冷徹な選択をすることはあっても、生贄なんて非道は決してしません。ましてやアルトリウス様は同志として世界を。そう思うなら同志様に聞いてみろ。3年前何をしたのかを。そのようなことは絶対に。大変でぐ、船着き場にいた一等隊マスたちがこっちに向かってくるでぐ。裏切り者エレノアを粛清するって言ってるでぐよ。粛清。ブルベット迎え撃つわよ。エレノア、あんたにも戦ってもらう。命令なのですね。そうよ。ライフセットを守ってタイマシを倒しなさい。わかりました。忘れるなよ、エレノアが壊れたらライフセットがゴーマ化するぞ。わかってるけど、足手まといを連れていく余裕はないわ。あいつの思惑を利用してこっちの戦力にする。限界を見誤るなよ。やれやれ、真面目な大魔師じゃったろうに。お主に絡んだのが運の月じゃな。何とでも言いなさい。一等隊魔師エレノアだな。ゴーマに屈するとは恥を知れ。隊魔師の堕落は大いなる最悪の種となる。この罪は死をもって償ってもらうぞ。勝負だれよ、ついだと。
お前は民を裏切り、アルトリウス様の理想を怪我した。違う。ベルベットは私を試している。アルトリウス様の特命を果たすためには戦わなくては。でもこれ以上は殺してしまう。死をもって粛清よ、エレノア。私には殺せない。まだだ。借りは返したぞ、エレノア。新しい刀。ほう、まがまがしいの。準備はできたんだな。ああ、あとはあいつを切るだけだ。俺も見届ける。私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわね。あんたが死ぬとライフセットの器がなくなる。分かっています。やめろベルベット。死なないように戦いなさい。わかりました。今のがエレノアの限界ってことか。そのようだ。あれ以上追い詰めれば心が壊れる。お綺麗ね、タイマシ様。だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。分かってるわよ。Thank you.
探索船そろそんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ。僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ。何でも聞くでふよ。ありがとう。この前ビエンフが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな。好みの人間女子を口説いて器にする方法と、可愛子ちゃんと好き好きスキンシップってふか。ちょっと声が大きいよ。君はエレノア様と器の契約を結んだんでふから、そんな本必要ないでふよ。だけど二人でいると会話が弾まないっていうか、質問と答えが噛み合わないっていうか。はあはあはあ、契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね。僕も経験あるでふ。そういうことならもっといい本があるでふよ。ああ、たくさん読んでるんだね。僕は勉強家でふからね。例えばこれはどうでふ。露天風呂トーク術、身も心もまっぱっぱ。腹を割って話すのが一番でふ。一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの。じゃあこれ、風呂上がり野球拳、タオルも心の壁もホームラン。どうしてすぐに脱がそうとするの。余計に話しにくくなっちゃうじゃないか。わがままなライフィセットでふね。じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ。心ハッキング、教えてポックリさん、日記盗み読み日記、拳で語れ、どれも名著でふね。マギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々、涙がこぼれるでふ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術、これがいいでふよ。必読でふ。二人で読書ですか。そうなんでふよ。
ライフィセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ。話は聞いておいたでふから、あっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよ。さあさあ。あ、はい。空気を読む会話術、この本もダメっぽいな。
準備はいいわね。スイジャトーネックオーティン、スイヤスイジャトーネックオーティン、スイヤキバジャー、伸びろ伸びろ、攻略転職、スイジャトーネックオーティン、スイヤスイジャトー、そこをどけ、スイジャトーレッコーティング、誰にしろ、ジャプローカー、ジャプローカー、ゼッそこよ、ゼッそこよ、ゼッそこよ、そこだ、ナイスレッコーティング、そこだ、スワルズやれやれ。Thank you.
Thank you.
刀鍛冶は刀を打つときには一本じゃなくて何本か同時に打つものなんだ。そのうちの最も出来のいいものを真打ち、それ以外のものを
影打ちと呼ぶんだ。真打ちと影打ち。俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で俺の剣が偽物という意味なのかもな。そんなつもりじゃ。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフセットが真打ちなのかな。どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ、何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。でもなら、どうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？それは、お主の真実とベルベットの真実、これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。行きましょう。
成果を確認してくれ。よし、なかなかの収穫だ。探索船。六郎としぐれは同じ蘭月流なのに戦い方が違うよね。蘭月流には大太刀一刀の表芸と小太刀二刀の裏芸、二つの剣技があるんだ。しぐれが表で六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では
裏芸は表芸を補助する技のはずですけど。乱月流でもそうさ。子たちは王たちの修行相手として覚える技だ。そんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですか？あの方の剣は尋常では。いやってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは、ガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの王たちはまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて子たちを選んだ。好みに一番染み込んだ裏芸をな。間合いの不利は明白だぞ。恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。恐怖を消すか。人間じゃなくなったゴーマならではの剣ね。だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃの。え、最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン、日向を歩く大魔師の兄と日陰を行くゴーマの弟、正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を斬ることだけじゃろ。どちらも名刀でも大魔師とゴーマが似ているなんて。We'll be right back.
うちは天使の恵みだ。
Thank you.
Thank you.
たか。ってことは出向いた大魔師たちはみんな帰り討ちに遭っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。でどんな刀を売ったんだ。やってみりゃ分かるな。僕たちがあの大魔師たちと戦う。僕らはしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、突破始めるか。簡単に終わっちゃつまらねえ。手段は選ばなくていいぜ。やめるな。気のいい乱月流じゃねえか。それじゃ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ俺の剣を。どうもらった。今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。
よし、今日はここまでだ。いいかてめえら、もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を切りに来い。切ってやるぞ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、奴は、奴らは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だがゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな？うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。成果を確認してくれ。よし、なかなかの収穫だ。よし、全員に蘭月流の気合を注入してやるぞ。探索船、ベルベットのゴーマシュ。あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはず。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか。あのゴーマシュは包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて、まるで男物。もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出が。なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどというとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、は、はい、そのお裁縫を、あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られるますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあんたにお願いするわ。任せてください。
あんたどうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい。案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。
であるの。行くわよ。消えない傷を刻んでほしい。リーサルスピン。ぜひここだ、ここだ。クライスピン。ぜひ呪い。ぜひとどめ。やる。行くわよ。やれやれ。尋常に勝負。着地の地点。
が相手だ。兵器の渦を凍結しろ。リセット保存。兵器の渦を凍結しろ。リセット保存。クラウド。覚悟もなしに立ちふさがるんだ。死神が相手だ。覚悟もなしに立ちふさがるんだ。死神が相手だ。覚悟もなしに立ちふさがる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 。死神が相手だ。
Thank you.
フリード海賊だ。あんたたち無事だったんだな。その件なら。あなたはこちらで何を？あんたにいろいろ言われて目が分かっていただけて私も嬉しい。王都に行って山賊山賊おい
山賊やってるとキノコばっかりの。ちょっと不謹慎な気もしますが。そっか、嬉しいな。頑張ってください。あんた、あいつの話ちゃんと聞いてた？はい、もちろんです。こんな嬉しいこともあるんですね。そこのお兄さん、立派な太刀を持ってるな。あんた、刀のことがわかるのか？刀鍛冶だよ。修行を始めて20年、ようやくまともなのが打てるようになった駆け出しだがね。20年もやってるのに駆け出しなの？そういう世界なんだよ、鍛冶職人の集まるこの島では。特にな、鉱物の取れる量が減った上、ゴーマに通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたが、また増えてるのか？ああ、普通の人間が使っても無駄だが、タイマシが使えば話は別だ。もともと王国御用達だったカドニクスの剣や武器は清涼にも認められて盛り返しつつあるんだよ。ここの職人にとって清涼は生活を守ってくれる本当にありがたい存在なんだよ。何か用か？別に。そうか。なんで二刀じゃないの？特訓？いや、普通の修行さ。素振り1万回ってのがガキの頃からの日課なんだ。しぐれに一本でも打ち込みたくて、素振りしまくってるうちに1万回振るようになってた。すごいわね。すごくはない。しぐれと切り合えばあのざまだ。だから素振りを10万回に増やそうと思ってな。10万回って何時間かかると思ってるわけ？知らん。無理よ、多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよ。そうか、なら1秒に10回振ればいけるな。あんたね。まあ10万回振ろうが、それだけじゃしぐれに及ばないって分かってるんだがな。太刀でも二刀小太刀でも意味がないと分かっててやるっていうの？ゴーマにしたって矛盾しすぎでしょ。勝てない相手に勝とうって言うんだ。元から矛盾してるのさ。だから矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない。矛盾を超える。とはいえ、夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがな。ならとっとと寝なさい。寝不足でしくじっても助けないわよ。ほう、そうしよう。